さあ吐け。ラオマの足はどこだ、言え。殺すなら殺せよ。何？俺たちユーマンに脅されて口を割るようなやわな人間はいねえ。たとえ殺されようがな。ふざけやがって。おい。やめとけ。くそ。くそ、結局誰も口を割らなかったが、とんでもねえ結束力だな。いや、怖いな。組織の忠誠心は薬剤以上だ。ああ、どん底の境遇の者同士の結束力っていうのは半端じゃねえ。ねえ、感心してる場合どうやってラーマンを探すのよ。表にもなかなか顔を出さず、捕まえても口を割らずだとな。うん、どっかに金に汚れてすぐ裏切るような気合の入ってないデューマンがいりゃいいんだがな。絶対出てくるだろう。おいた、いたっけ、そのマジで。仮に汚くて気合の入ってないリューマンが一人いるぜ。あのカツアゲ野郎誰だ。なこれ、な、俺わかんねえや。テイって言うのこれ。あ、ホームレスカツアゲのやつ。なんか知り合いか。俺がホームレスした時、組織に内緒で見かじめ取ってたクソ野郎だ。あいつか。てかさ、そうだよ、ホームレスの町の村長みたいなやつがつるんでんだ、絶対。あいつ許せねえんだよな。忘れてたぞ、あいつのこと。あいつは仮で南行くかも。どこにいるの、その、テイってやつ。まあ、それだったら話は早いんだが。え、そんな結束してないやつが、いいのか、仲間にいて。普通にいる。お、いた。あのスキンヘッド間違いねえ。都合が良すぎる。おし、勝ち込み入れるぞ、ここに。サブイベントなんじゃないかっていう。こんな見つけしまうなんて、やっぱ俺持ってんな。ナンバが持ってるんだよ。単なる偶然でしょ。いや、こうなかなかないぞ、こんなでかい街で、こんな偶然、こんなちっちゃい店に入るところを見るなんて。なあ。いや、てか、見た目は気合が入ってるように見えたけどな。男は見た目じゃないわよ、私の意味じゃ少なくともあっちは小さいタイプね。何の話？え？お前、後ろ姿でそこまでわかんのかよ。あれ、どうしたの？慌てちゃってさ。おい。さっさと奴に足を切りに行こうぜ。え、下品な女だな。ボイスありで言えよ、今の。入れるか？4人だ。失礼ですが、どなたかのご紹介でしょうか。紹介？紹介なんてねえよ。ただ通りかかっただけだ。申し訳ございませんが、当店は会員制となっております。他のお客様、もしくはホステスの紹介がなくては入店できません。会員制？どう見たってそんな高級には見えねえんだけどな。あなたからどう見えるかはさておき、会員でない方はお通しすることはできかねません。じゃあ今ここで会員にしてもらえねえか。それもできかねます。それにそちらの方は警察関係の。なんでわかるんだ。なぜそう思う。私も伊達にたくさんの方を見てきたわけではありません。何か。すげえな。私どもを疑われているのですか。不法滞在者の雇用を疑ってるってことか。そんなら心配ねえよ。俺たちは誓って札でも入管でもねえ。そうだよ、神奈川県議がこんな仕事するわけないだろ。とはいえ決まりは決まりですので、例外を認めるわけにはいきません。お引き取りください。ちょっと待って、ホステスの紹介があればいいのよね。そうですよ。あなたの知り合いが当店で働いているんですか。いないわよ。でもこういうケースならどうなの。私がこの店のホステスになる。そしてこの人たちをお店に紹介する。
これでどう？はぁ？どういうこと？当店は中国パブです。ホステスは全員中国人か中華系に限定しています。え、まさか中国人なの？私生まれは日本だけど両親は中国なの。だから私は中華系日本人ってこと。ここで働く権利があるはずよね。本当ですか？何よ、あんたただのボーイでしょ、疑うっていうの？いえ、そういうわけでは。わかったわよ。じゃあ私がここの店長に話しつけるわ。ついでにここのボーイが私のアイデンティティまで疑った挙句門前払いにしたってクレームさせてもらうし。待ってください。わかりました。とりあえず、この程度のことで折れるのこの人。ただし退入できるかどうかは面接の結果次第ですので。わかってる、早く案内して。おい、マジで大丈夫なのか？敵のアジトみてえなとこだぞ。何も起きねえとも限らねえし。あんたたちは命がけでやってくれてる。だから私も私でできることはやりたいの。大丈夫だからやらせて。わかった、無茶すんじゃねえぞ。任せて。私が何年キャバ嬢やってると思ってるの。じゃ、うまくいったら電話するから。聞こえてんだろう。あんなんでうまくいくか？あいつを、さっちゃんを信じよう。でも普通にただ、もう本当にただの客じゃないことはもう完全に分かってんじゃん、向こうからして。ミルクを待つか。合格になるわけなくない？あ、もうふざけんなよ。なかなか焦れちゃったじゃん。装備を揃えろって言われて、でも揃えたばっかなんだよな、結構な。金借りずになんとかできりゃいいんだが。やった、やったやったやった、これ絶対武器作るイベントだぞ。バットグレードアップできる。あ、もしかして グレードアップする系なの？グレードアップしようぜ。なんでこれを仲間を外れた後に起きるイベントなんだよ。明らかに間違ってるぞ。タクシー使いたいけど、タクシーが全然いねえ。そっか、スマホから呼べんのか。ここか。タクシーちゃんと話しかけなきゃダメなんだ。タクシー見つけたら話しかけることによって、ルーラーポイントが設定される。っていうことか。ああ、かかれた。ふざけんな、おめえら、ぶっ殺すぞ。ああ、やっちゃう。こういう風に得た素材を使ってここに来ることに。ここだ、つい最近行ったんだよ。ここ絶対なんかあるなって。ここにそのバッタリ、こだつの人は工場か。誰もいねえのか？おい、すいません。すいません、フルボイスだったわ。なんか用すか？は？なんでこんな女が。バットを直してくれるって聞いてきたんだけど。あんた、ここの人？はい。冷静。こう見えても、一応ここの工場長なんですけど。工場長？こんな若い子が？え？若い女が工場長じゃ不安すか？いや、そんなことねえけどよ。で、直してほしいっていうのはこのバットっすか？これ勇者のバットだ。かなり長期間ほったらかされてた感じがする。結構錆びてるし。うわ、勇者のバット最初は錆びてて直すタイプ、直して真の勇者のバットになるタイプ？ありそう。っていうか、もしかしてこのバットって勇者シリーズ？何それ、どういうこと？なんだそれ。製造元の倒産で一時期しか製造されなかった
めちゃくちゃレアなバットっすよ。まさかお目にかかれるなんて。すごい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 。ぜひ私に直させてください。今回は特別無料でいいですから。え、本当か。ええー、こんなレアなものをいじれるなんて修理工妙理につきますもの。ぜひにぜひに。どうなるんだ。ありがとうよ。よっしゃ、じゃあ早速練習場と。よっしゃ行くぜ。最後の仕上げ、よっと。よっしゃできた。どうなるんだ。すげえ気合だな。私元ヤンなんで、何でもかんでも気合入れたがる。え、これで弱かったらショックだな。それより、はい、これお待たせしました。なんだ、全然ちげえんだけど。すげえ、新品みてえにピカピカになってるじゃねえか。ゴールドだったのこんなに。それだけじゃないっすよ。これからなるべく傷まないように特殊なコーティングも追加したっす。以前よりも硬さも丈夫さも向上したはずっすよ。別物じゃん。早く使わせてもらうぜ。すげえ腕前なんだなあんた。ま、修理の腕は自信あるんすよね。経営の腕の方はからっきしなんだけど。そういや、ガランとしてるな。おお、これはすごいぞ。経営あんまりうまくいってねえのか。あんまりっていうか全然。今のご時世、服でも物でもちょっと壊れたら捨てて新しいものを買うのが当たり前ですから。確かに修理工なんて入らないんすよ。もうなんか精密機器になってっからな、テレビも何でも。前の工場長、私の父親がダメ親父で、遊んで借金作ってその返済に機材の大半を売り払っちゃったんす。だからここに残ってるのは売れ残りのボロ機材だけ。そうなると受けられる仕事も限られちゃって、どんどん受注契約もなくなっちゃって。親父、そうなのか。でも私はこの仕事が好きだし、ここも大好きなんすよ。この工場を始めた私のじいちゃんはすっげー腕利きの技師で、死んじゃった今でも私の憧れで目標なんす。そんなじいちゃんの思いが詰まったこの工場をなくしたくない。だから親父が放り出した後も一人でなんとか頑張ってきた。ヤンキーがそんなこと思ってるわけないだろ。そろそろ限界かもしれないっすね。もう今の時代必要とされてないのかもしれない。修理工もこの工場も。あのよ、俺今がどういう時代なのかよくわからねえけど、こんないい腕と情熱持って頑張ってんだ。今はどん底でもきっといつかうまくいくんじゃねえかな。え、まあホームレスから抜け出したばっかりの俺が言っても説得力ねえかもしれねえけどよ。でもどれくらいの期間ホームレスしてたんだ。これからもこの工場であんたに頼みたいと思ってるぜ。それは忘れないでくれよな。熱い人なんすね。今の時代珍しい。お客さん、名前は。その用紙だったらさ、桐生のとこ行けばもう億万長者になれるだろう。さっきの言葉が本心ならまたいつでも来てくださいよ。バットだろうがなんだろうが新品以上にしてみせます。ただ桐生じゃねえか。金取らせてもらいますけどね。ああ、もちろんだ。マジマだ、マジマの。あの、頼むぜスミレちゃん。やった、戦力を強化できる。ちょっと今材料いっぱい持ってるな、俺な。いっぱい無駄にあるな。なんかいろいろ作れそうだなと思って。てかさ、俺さ、修理するんだな、作るんじゃなくて。動けねえ。ああ、そっか、ま、丸ボタン。メスうまくいった、嘘だろ。今はセゲスがあなたにもすぐ来たんだよ。これあれだ、迎え撃つつもりだ。あえて合格にして俺たちを入れて迎え撃つつもりだぞ。分かった、絶対そうだ。ち
って今それどころじゃねえんだよ。すまんな、すぐに来てって言われたけど、これクエストがいけねえよな。よしやるぜ。待って、まず勇者の武器どうなったんだろう。荒い角材より強いのか。自称勇者のバットプラスワン、全然弱え。荒い角材以下だわ。荒い角材だぞ。これからバットになろうと夢見てる角材が、バットに負けている。ふざけんなよ。生産もできるんだ。雷撃のバット。サソリが5匹必要なのか。あー、しまった。サソリいや。炎の角材。え？あれ、角材強えな。なんか、大した材料じゃないのに。で、これが31万ある。待って、釘バット。攻め台にスーパー X が必要なのか。仕込み毒杖。ガトクモ。うわー、虫がめっちゃ必要。霊気誘導棒。は？ライトニングバンデージ。きめこやかな、きめこまがやかな金が、川があれば、こんなクソ強いのが作れる。防具生産。え、なにこれ？資金援助。え、20万円援助すると何かあるのかこれ。金がいくらでも必要になってきたな、くっそー。マジカルサンダル。攻撃魔力が上がる。え、めちゃくちゃ強い。これ見てくれよ。守備力26のサンダルなんだよ。これを装備すると、ナンバだったらプラス20ってことは、今6を装備してるってことだよ。6を装備してんのに、26が作れるんだよ。10万材料はあっても、お金がねえ。くそ、どれもこれも高えな。100万とかこれやばくないか。いや、防具とかそうしたらめちゃくちゃ強いだろうな。武器強化。勇者のバット。あ、だいぶ強くなる、プラス2にすると。これ最終的に勇者のバットが最強になると俺信じたいんだけど、だってあの、引っこ抜きイベントがあるんだぞ。くそ、これに関してはわからないから後回しだな、とりあえず。余裕ができたら強化していこう。今どう考えても、この霊気誘導棒と、でもこれで霊気属性になっちゃったから霊気属性に硬い的には効きにくくなるんだろうな。やっば、出来良すぎじゃん。何これ、なんか出来がいい悪いとかあんの。釘ばって炎の角材だな。ナンバの武器はちょっとまだ、これめちゃくちゃ強くなるよ。え、ちょっと僕ナンバが、いや、これちょっとガトクモが超必要なんだな。鋼鉄砲器、これもやべえ。これ、精錬された鉄ってやつが、まだ出会ってないんだな。施設ランクが2にならないといけないんだ。なるほど。20万寄付するの前提か。とりあえず炎の角材。やー、できたー。これガチャ要素ないだろうな、なんか。なかなかいい感じっしょ。なんかガチャ要素がありそうなさ、なんかさ、この特殊効果とかがさ、ランダムでつくとかそういうのがありそうな出方じゃない？なんか。いきなりプラスが高くついてたりさ。めっちゃくちゃ強くなる。すまんなナンバー、ちょっと足立さんと俺ばっか強くなる。長めのくすべらだったんですよ、今まで。なんか竹ホークとか魔法使いっぽくていいじゃん。よし。いや、これ虫なんてマジで気にしてなかったから。あとタクシー、あ、終わるんじゃねえか。ここのタクシーは重要だな。どちらまで行かれますか？これをこう一時調べて、あ、行きません。そうですか。またよろしく。冷やかしをしまくるの、こうやって。え、なんかタクシーの感覚がちけえ。ちょっとタクシー冷やかしをしまくっていこうぜ。こう、いちいちこう見て。近場のタクシーに話しかける。
まで行かれますか。そうですか。あ、くそいね。木がいっぱいの木の横を通っていくことによりガだとかもうクワガタだとかが始まってくれ。虫を探してるんだ俺今。いやこれ虫はやべえな、全然いねえわ。めっちゃ逆走してこれ。タクシーを調べていく。どちらまで行かれますか。いや山下公園にはめっちゃいたんで、なんで俺山下公園のタクシー調べなかったんだろうな。そうすることによってすぐに行けたんだよな。まあとりあえず目的地に行くか。彼女が待ってるんだよ俺のこと。おい、ふざけんなよ。新しい武器の威力を見せてやろうか。闇の料理人カグマス、これは強いけど新しい武器の頃。うおー、めっちゃ強くなったねー。 MP 数なくなるからな、足立さんは。いやもう強え、140。あ、これ今弱点属性だったのか。なんだこいつ。いや、あの筋肉で十数ダメージ。おお、何その音。仲良くなったんだな。前まであんなやんなかったもん。いや、めっちゃ強くなっちゃったよ。常に必殺なみてえだ。もうゲイリーなんて雑魚だな、今はや。どうするかね。めちゃくちゃ強えよ。もう俺と足立さんだけでどうとでもなるわ。ナンバーもいらんな。どちらまで行かれますか。そうですか。待って、ここに武器の店がある。これヤバそうじゃないか。終流紹介。こんにちは。ん？あ、なんだよ。え？ん？なんで？ここ武器のお店のはずなんですけど、なんで売ってくれないの？おかしい、おかしいよ。間違ってる。実はこれお友達になって使うようになると。ニーハオ、いらっしゃいませ。ニーハオ、いらっしゃいませ。チェンジ。ニーハオ、いらっしゃいませ。おお。こりゃまあ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 、なかなかな。いいね。いやはや、どの女の子もかなりレベルが高いぜ。いや、もしかもめっちゃ反転工事にこんな店があったとはな。なことより、手はどうも、はじめまして、よろしくお願いします。うーん、おお、よろしくな。ニーハオ、どの子がいいっすか。あの、サイコって女の紹介できたんだね。いや、まあ、サイコが可愛いな。ああ、さっき面接受けてた子ね。ビップ席から指名受けてそっちに着いたわよ。ビップ席。これ右かな。ほら、奥にある部屋。でもね、体がエッチでちょっと可愛くない子がね、俺好きだったりするんだよな。あの子、中華系なんて言ってたけど、本当はただの日本人なんでしょ。え、いや、あの子は中華系だったはずだぜ。そんな嘘、この店じゃ誰も信じないわよ。え、じゃあ、なんで採用された。ちょっと人種差別的発言をするけど、ビップルーム係ってことで採用されたのよ。ってなるとちょっと萎える。ビップルームって響きはいいけど、ちょっと萎えちゃうな。なんかこの店のオーナーの友達とかヤバい関係者が遊ぶ部屋よ。違うんですよ。別になんか中国人だからじゃなく、あの部屋には中国が絡むと食べ物も服もな、もう女だとしてもなんかランクが一個落ちる。ユーマンの連中とか品質的な意味で連中毎日のようにやってきては女の子に嫌なちょっかい出して遊んでるのよ。でも代わりに安いんでしょ。
今日来てるオーナーの兄弟分とかいうハゲが特に気持ち悪くてね。ハゲ、もしかしてそいつってスキンヘッドの大柄な男か。そうそう、絶対ヤバいやつだよあいつ。誰も女の子がつきたがらないから退入で入ったサエコって子があてがわれたわけ。へえ、はあ、かわいそうに。じゃあサエコは今あいつと。いい加減にしてよこの変態。店長からはお前を好きにしていいって言われてんだ。さっちゃん大丈夫か。あ、いいっすね。あのハゲ、私の脇の下舐めようとすんのよ。え、きっしょ。そりゃ変態だわ。やるならキスとかおっぱい揉むとか普通のセクハラにしろってのよ。え、いいっすかそれは。この価値観も独特だわ。お前ら、なんでここに。なんでって、あんたに会うためだよ、テイさん。そうか、やっぱりあの時の金を脇の下を舐めようです。脇の下舐めようとしたらしいな。あんな小銭取り返すために来たんじゃねえ。ちょいと事情があってハンピンリューマンの内情を教えてほしい。バカかおめえ、リューマンはその辺のチンピラとは訳が違うんだよ。内情をペラペラ喋るようなやつは誰もいねえんだ。高い忠誠心と固い結束力だろ。知ってるぜ。でも本当にそうなのか。あんたでもう俺脇の下はなんか汚いから舐めたくないわ。膝の裏舐めたいわ。何のか。ここで甘髪のみたいに。やらねえよ。でも言わねえなら話は別だ。そっか、仕方ねえ。じゃ、一丁またここでやるか。待て、お前の実力は分かったな。でもな、そんなことチクっちまったら最後俺は真っ先に組織に粛清されちまうんだよ。逆だ、おめえの場合は喋らなくちゃ粛清されるぜ。あ、喋んなきゃおめえがホームレスから金を巻き上げてたこと、組織のこいつ殺されそう。俺がチク、そしたらどうなるかな。かわいそう。てめえら俺を脅そうってのか。脅しとは人聞きが悪い。なんでこんなやつがいるんだろうな、そのメンバーなんだ。ぶっちゃけ脅しだな。くそ、バカなことをしちまったもんだ。あ、ホームレス相手にせこいしのぎこいてたこと反省してんのか。でもちょっと遅かったんじゃねえの。ちげえよ、あの時お前に情けをかけたことを悔やんでんだよ。こんなことになるなら最初に会った時に殺しておくべきだったってな。おいお前ら、こいつら俺とリューマンコケにしたんだ。生かしておくな。八つ裂きにして横浜港に捨てちまえ。よし。いや、俺死んだな。おーった！早いな、あいつ。